はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は機動戦士ガンダムモビルスーツ戦線0079連邦軍編第3回目やっていきましょう。まあ、やっていく前にチュートリアルの戦闘要素からまずは今回もやっていきたいと思います。まあ、前回、格闘攻撃も覚えたので今回戦闘要素確認してからいきますんでね。まあ本編だけ見たい方はね、今多分時間の方表示してあると思いますので、まあ、そちらまで飛んでいただいてそこから、第3話をご確認ください。それではいきます。さあ今回は誰が共感かな。前々回はバニングさんで、前回はユウさんでしたよね。今回は誰だ。最後は俺が黒い三連星のガイアだ。ひよっ子ども、今日は俺様がモビルスーツの戦い方ってやつを叩き込んでやる。戦場で生き残るにはモビルスーツの特徴と何ができて何ができないかを把握しておくことが重要だ。さあそれではやっていきましょう。今回は連邦軍ですらなかったですね。なんと黒い三連星から教官としてね、いろいろ指導していただけるということでやっていきましょう。武器には片手、片添え、両手の3つのタイプがあるということと、片添え武器は片手で持てるけどキャノンなどを装備するときは装備できません。両手武器は威力の高いものが多く弾速が速い。しかし移動中の発砲は行えない。盾を装備しているモビルスーツに至っては両手武器を装備すると盾がなくなると。形状以外の装備不可能条件として、ビーム兵器を運用できないモビルスーツはビーム兵器を装備できないと。でまた水陸両用モビルスーツなど武器を内蔵したモビルスーツは交換自体ができないってことだね。はい、というかで覚えておきましょう。チュートリアルは、プラスボタン、これは分かってるな。よし、じゃあ次へ行きましょう。大体飲み込めたようだな。戦場で手に入れて使用した武器は次の戦闘から選べるようになるぞ。ただし1回の出撃で持って帰れるのは1つだけだから。さあお次ですね。敵を倒した後など射撃武器が落ちていることがあります。強力な武器に持ち替えたり弾切れを起こしても、まあ、交換できるっていうメリットだね。で交換可能な範囲に時期が入って落ちている武器にアタックマが向けるとA ボタンで取れるんだな。でしかしさっき説明したやつか、これはビーム兵器が使用できないモビルスーツや水陸両用モビルスーツなど交換武器自体を装備できないモビルスーツは拾えないということだな。補給ポイントでは弾の補給と機体修理ができるぞ。ただし補給中は無防備になるから敵の隙をついてうまく利用しろ。補給ポイントもあるのか。弾切れを補う手段として補給コンテナで弾を回復する方法があります。コンテナの付近の補給可能な範囲に磁気が入り、補給コンテナにアタックマーカーを向けている状態で A ボタン。補給中は、まあ、要は何もできなくなるから敵が来た時はさっさと補給中断して倒さなきゃいけなくなるんだろうな、きっと。はい、じゃあ次行きましょう。大体飲み込めたようだな。容器が出撃している場合、戦闘中に 1?1 のボタン、あーこれか。初めて触るな、このボタン。押したらフォーメーション変更、容器を前方に出しておとりとさせるもの、候補に置いて護衛に回すもの、さらに磁気と容器を分離させ攻撃対象を散らすといったことが行えます。どのフォーメーションを用いるかを出撃前に編集し、自分に合ったフォーメーションをセットしておきましょう。フォーメーションの重要性はつかめたか。現在は V、アロー3回フォーメーションが組まれています。はい、とりあえずじゃあやってみるか。フォーメーションに関してはやってみなくちゃわかんねえからな。ここからは実践訓練だ。フォーメーションをうまく使ってみろ。さあそれじゃあフォーメーション変更して V に変えました。それでやっていくか。
まずは一撃。おっと、味方が結構邪魔になってる。しかし前に出てくれるから戦いやすいね。個人的にはこの V フォーメーションが性に合ってそうな雰囲気では、格闘の方振っていきましょう。やるな。格闘の反応悪かったんでちょっと困ってたんですけど、手首をちょっと振る程度で大丈夫って聞いたら、そうですね、軽くやってみたんですけど、本当手首を軽く動かすだけで OK ですね。仲間がダメージを受けてるぞ。フォーメーションはそれでいいのか。さあ行くぜ。危ね。一人で戦おうとしていないか。知った仲間を信じろ。さあ攻撃をかけていくぜ。まだ落ちるわけにはいかん。よし、倒したかな。ま、よし、まずい。すまん。おお、いっそ俺の部下になるか。ハッ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 、黒い四連星ってのも悪くはない。はい、というわけで黒い四連星にちょっとご招待されましたね。他のゲームでもこういうムービーありましたよね。お、主役のご登場だ。なかなかの戦果ですよ。お前、俺たちの仲間になれ。今日から黒い四連星だ。さあ、それでは戻ってまいりました。まあわや黒い四連星にされるとこでしたけど、まあ、とりあえず連邦軍編続きをやっていきましょう。連邦軍の大反攻作戦に参加する部隊は集結ポイントであるワルシャワに到達した。オデッサ作戦の準備は着々と整いつつある。確実な勝利を手にするためにジオン側の戦力集中を避け、最終攻撃目標はギリギリまで隠蔽しなければならない。そのために多くの陽動部隊を各地で展開させることになり、レヴィル将軍はこれに虎の子のモビルスーツ部隊を投入することを決定した。ある程度の練度に達していたモビルスーツ部隊が選出される中、二度の実戦を経験し少なからずの戦果を上げていた僕らの部隊にも召集命令が下った。作戦内容を確認してください。さあ、それではやっていきましょう。いよいよ我が軍の大規模反攻作戦が始動する。 SRT ユニット1は主力部隊の集結移動に際して敵に目標を特定させないための陽動を行ってもらう。主戦場への参加こそないが、これもレヴィル将軍が試験運用に当たっている各モビルスーツ隊の活躍を認め、次期主力足りうると判断した結果と言えよう。現在ジオン極東方面の拠点の一つであるラサ基地に、敵の輸送部隊が移動中である。オデッサ作戦実行時に背面から攻撃を受ける危険性を踏まえ、極東方面への増強を阻止しておきたいところだ。敵輸送部隊の移動ルートに先回りし、この部隊を撃破せよ。なお、本作戦の実行に際し新装備を手配した、有効に活用せよ。では健闘を祈る。作戦説明は以上です。オデッサ作戦決行のための陽動ってことだったんだけど、うちはさらに後方での火消し役を仰せつかったってことになったな。長い目で見れば重要な任務なのには違いないね。微妙なとこだけど、新装備も回してもらえたし期待されてるって考えていいよね。 MS 実験部隊や SRT の他のユニットなんかじゃすでに結構な被害が出てるようだから、うちはうまくやってる方さ。民間人が運用しているって噂のホワイトベース隊の活躍に比べれば霞んでしまいますけどね。ホア、あなたあんな噂話を信じてるの？普通に考えてありえないでしょ。そうですか？いろんな情報を統合すると真実に思えますけど、我が軍のモビルスーツの制御ソフトにはホワイトベース隊所属のガンダムのデータがフィードバックされてますし。おいおい、ホアちゃん、
一体そんな情報をどこから仕入れてくるんだ。どう考えても機密っぽい内容だけど。ちょちょいのちょいっとですよ。詳しくは企業秘密です。うは、物騒だね。ま、聞かなかったことにしとくよ。モビルスーツの制御ソフトや対モビルスーツ戦の解析データなんかは、確かにここ 1,2 ヶ月で突然進歩したよね。僕も実はファンなんだよ、ホワイトベースの。はあ、ミーハーというか物好きというか。とにかく私たちも戦場の語り草になるくらいの活躍をしなきゃね。大きく出たな。ま、生き残ってる限りはその資質十分ってことさ。そうそう、どうせこれからどんどん戦争は激化して危ない任務も増えるんだし、とにかく一戦一戦を確実にこなして生き残ることが大事だよ。まあ別にそんな焦ってるわけじゃないのよ。どうせ終戦の頃にはジオンの赤い彗星張りのメジャーなエースになるでしょうから。期待してるよ、リル。それじゃあユニット1、各員出撃準備。了解です。作戦内容の最終確認です。さあ、それではやっていきましょう。ホワイトベースの話とかもちょこっと出てましたね。シャアの話とかも。戦果どれぐらい上げられるかな。敵輸送機の撃墜が勝利条件な。出撃準備をお願いします。お、作戦の性質上ジムスナイパーカスタムの使用が推奨されます。さて、モビルスーツ、おお、変えられるね。ジムも配備されてるね。しかし今回はこれだね。で、あとスナイパーライフルは持てるのかな。持てないんですけど。コストオーバーしちゃうよ。さあ、それではね、ジムスナイパーカスタムに変えた結果コストオーバーしましたが、デニスを今回待機組にしたことで、リルと2人で出撃するなら、できるということでね、これでやってみましょう。リル頼むぞ、お前エース目指してんだろ、しっかり護衛してくれよ。さあ、それではやっていきましょう。ジムスナイパーカスタム、アララギさんみたいな声してるアランさん出撃です。ユニット1、出撃します。目標はまだ捕捉できません。そのまま待機願います。雨で視界が悪いね。みんな警戒を緩めないで。さて、今のうちにフォーメーション変えとくか。フォーメーション変更。さて、どっから来るんだ。隊長、別ルートから飛行物体接近。目標の部隊じゃないわね。目標の到着まで時間がない。やり過ごせたとしても、下手すると目標部隊と合流して手に負えなくなるかもしれないな。数も少ないようだし。仕掛けよう。来ます。アプサラスだと危ない。狙ってみるか。いけるか。いけ。よし、一発当たれ。二発。目標への攻撃を続行してください。オーバーヒーさせないように気をつけながら。警備です。そこ。よし。しかしちょっとオーバーヒーしちゃった。アプサラスが出てくるとはな。まさかの任務だぜ。よし、上に上がって、なんか他にも敵いるからな。敵のいない方に、いない方になるべく移動して。よし、この位置なら大丈夫でしょう。この程度では落ち。当たれ。まずいか。危な。あ、下に落ちちゃった。上に上がって。シールドダメージ上昇。ビッグ。この程度ならまだいける。そう、攻撃受けてる。どうだ。敵未確認物体離脱していきます。使おいはするな。頭を切り替えて目標に集中するぞ。よし、邪魔が入ったが作戦通り攻撃目標をやるぞ。よっしゃ。敵部隊追っ払ったのはいいんだけど、補給しないとまずいよね。ヒットポイント
大丈夫だけど、問題はあっちだ。弾薬がちょっと不安だ。そこ。あら、当たってない。そこ。そう、難しい。なら格闘だ。くそ、これほどやるとはな。そこ。よし。足回りに不具。攻撃目標がエリア内に侵入。楽勝楽勝。回復させてくれ。補給しておいた方がいいか。これ補給頼みます。どれぐらい時間かかる。あ、一瞬だ。はずだ。オッケー。弾薬補充確認。目標は依然健在。そう、外した。このままでは離脱されます。よし、オッケー。スペースあれだ。いけ。攻撃目標がエリア内に侵入。目標はあと一発。確実にダメージを受けています。いけ。よし、落とした。破壊を確認。で、次、次がもう来てる。これだ。目標はそこ。よし、2発で落とせるっていうのがいいな。よし、この調子、この調子。あとは回復だ。補給、補給頼みます。落ち着いてやれば勝てるはずだ。よし、どこにとも回復してる。OK、機体修復確認。さあ、見つけた。そこ。あら、外した。あと1発。そこ。よし、 OK。あとは細けいのを倒していこう。どっちから来る。まだ下にいるからな、無理に倒す必要もないか。攻撃目標がエリア内に侵入。また来た。ここ。そこ。よし。目標はもう一発。そこ。目標の破壊を、すべての目標の破壊を確認。攻撃目標、規定数の破壊を達成。そんな攻撃が効くかよ。あとは細かいのを倒していこう。くそ、当たれ。足回りに不具合か。よし、足を攻撃。まさかここまでやるとはな。そこ。あと一発だ。行け。よし。あら、まだダメ。当たれ。格闘で決める。よし、頭部破壊してたわ。勝ち取るまでは。あとは上に上がって、よし、一旦補給だ。弾さえあればなんとかなる。補給しておいた方がいい。補給頼みます。弾薬補充確認。じゃあ、弾薬の補充がすごい早いのが助かる。いけ。よし。脚部損傷。くそ、やった。さあ、思ったように動けない。いけ。かなり減ってるな。そこ。押した。やられちまった。すまん。当たれ。支援機か。当てられる。逃がさない。頭部破壊したかな。なんか今ピンポイントで頭部当たったような気がしたけど。使ってみるか。使ってみよう。なんかすごそうな武器手に入った。あれは敵だ。そこ。おお、なんかガトリングみたいなの見てる。すげえ。そこ。これほどい。なにこれ。足回りに不具合か。すごい、これいい武器じゃん。程度は想定内だ。ビームライフルより楽しい。ここまでか。脱出する。なんだろう、FPS のライトマシンガーみたいな感じだな。さあ、行くぜ。あと一機。そこ。ほら。そこ。くらいくらい。はや。そこ。連邦ごときに。そこ。さあ、やられちまいな。当たれ。どうした。ハチノスだぜ。あの大きいやつ、あれもジオンの新兵器よね。まだ試験中といった感じだったが、あんなのが量産されたらことだな。隊長、当該エリア管轄の小島大隊に今回のデータを送っておきます。うん、そうしておいて。とにかく僕たちの任務は終了だ。ユニット1、撤収。さあ、どう、ランクはどれぐらいか。あー、ランク B か。まあまあまあ、でも頑張ったよね、かなり。最初に比べたらだいぶ上手くなってきたような気がする。さあ、持って帰った武器だよね。いや、これはもう間違いなくこれでしょ。これめちゃくちゃ良かったな、大型ガトリング砲。
ちょっとね、あのエイムの怪しい私でもすごい当てやすかった。これはこれにしよう、持って帰ろう。ジムスナイパーカスタムは今後使えるようになったってことだな。舞台コストが200になりました。おお、まあでも多分ね、まだもう一機分出撃できないって感じだったよな。フォーメーションストックに3回が追加されました。はい、アローが追加しました。もともとあったような気がするけど違うのかな。あ、なんかディフェンスってやつか、なんか違うのかもしれない。はい、それではメインメニューの方戻ってまいりました。いや、連邦軍編第3回、いきなりのアプサラス登場でちょっと驚きました。いや、攻撃力高いんじゃないかと思ってビビってね、逃げ回りましたけど、まあうまくね、攻撃も当てれたんで良かったです。ビームライフルは使い勝手悪くはないんですけど、やっぱエイム難しいですね、このゲームは。ロックオンすれば当たるわけじゃないし、まああくまで手動っていう感じなんで。で、あと最後の方かな、拾って手に入れた大型ガトリングガン、あれが一番強かったような気しますね。乱射できるし、エイムも何もね、ある程度合わせてやればもう弾ばらまいて当てるってことができたんで、非常にいい武器手に入れたなと思いました。はい、というわけで、まあ今回ね、そこそこ練習の成果も出せたし、演習場で学んだこともできたんで、満足です。次回ね、また第4回ということで、まあ近日中に出せるように頑張ってみたいと思います。それでは皆さん、またよかったら見に来てください。それでは失礼します。